石東駅は愛知県一宮市今伊勢町馬寄清流にある名古屋鉄道名古屋本線の駅である。駅番号は NH52。2面2線の相対式ホームを持つ地上駅で普通のみが停車する。1番線ホーム側に駅舎と2番線ホームへの跨線橋がある。2番線は並走する JR 東海道本線との間にホームがある関係上、今、伊勢駅よりも2番線ホームは狭く、JR の列車が通過するときには風が強く吹く。ホームの長さは80メートル。駅集中管理システムを導入した無人駅で券売機、精算機、改札機がある。トイレは未設置。以前は駅前商店で硬券の乗車券を発売していた。駅構造アイバス、令和元年度移動等を円滑化取り組み報告書。名古屋鉄道。2020年11月24日閲覧。ABCD 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道、1994年、867ページ。AB 名古屋鉄道、例名、第463号、名古屋鉄道、1987年4月、26ページ。一宮市議会定例会、1999年9月9日、SF カードシステム。トランパス導入路線図名古屋鉄道、2005年2月25日、AB 駅時刻表、名古屋鉄道、名鉄バス、2019年3月24日、閲覧、電気車研究会、鉄道ピクトリアル通貫第816号2009年3月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、巻末折り込み、名古屋鉄道廃線略図名鉄120年史、編纂委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。馬寄駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。